ソルフェージュ課題を、実際にやってみたいと思います。気をつける点は、フレーズを一息で歌うという感覚を身につけます。まず楽器を弾く前に、息を吸って、フレーズを一息で歌うというのが大事です。ここで、声の質や音程がしっかり、取れているというのはあんまり気にしないで結構です。勇気を持って歌ってみましょう。ララフレイジュの注意点です。フレイジュを弾く前に必ず指をセットしてスイートスポットに入れます。親指を弾いても M が待機状態として、しっかり残っているようにしてください。状態にさせます。親指を引いて M が2弦から離れないようにしてください。必ず残っているようにしましょう。同様に、バリエーション、2でもしっかりとスイートスポットに入れて中指を引いた後、親指がしっかり待機状態にあるということが大事です。弾いても親指が離れないように、このように離れないようにしてしっかりスイートスポットに置いておいてください。以下、バリエーション3も同様に必ず待機状態を作りましょう。
注意点です。フレイ10はフレイ9の、バリエーションです。バリエーションは、右手のパターンが変わるだけで、左手は、押さえるのは、フレイ9と全く一緒が、いいと思います。例えば、フレイ9ですと必ず同時に押さえました。で、フレイ10のバリエーション1でも音が、2つ、バラバラに弾いても同時に押さえましょう。同時です。例えばこのように一個一個バラバラに押さえていくことはせずに、必ずもう2つ同時に乗っかってる状態にして、このように進めていきましょう。バリエーションにも同様です。Thank you.
音階と旋律に低音を加えるです。お楽しみに。